皆さんこんにちは。 NEC パーソナルコンピューターのデイビッド・ベンツです。よろしくお願いします。本日お集まりいただき本当にありがとうございます。これまでの40年間のマスコミの皆さんに応援していただいて本当にありがとうございました。これからも NEC をよろしくお願いいたします。さて今日は NEC のパソコンの History、Today、Future と3つの話をさせていただきたいと思います。まずは History からお話ししましょう。これはこの記者会見のインビテーションに書いた言葉なんですけれども、この頃のコンピューターはエキスパートしか使えなかったものでした。まだコンピューターを使ってない会社もたくさんいました。個人がコンピューターを持つことなんてことは誰も想像できなかった時代です。ところが面白いことに1979年にはいろいろなものが生まれた年なんです。自動車電話、ウォークマン、インベーダーゲーム、そしてガンダムも1979年です。こんな風にその後の世界でブームを作るものがたくさん生まれた年です。ちなみに私も1979年生まれです。まあメディアじゃないんじゃないんですけれどもそしてこの年もう一つまだまだ遠い存在だったパソコンの世界にもあるものが生まれました。それが PC 発生地です。それまでキットだった PC がメーカーがすぐに使えるものとして出しました。 PC 発生地が出たことで日本でも個人がコンピューターを使う時代になりました。あとですね、日本でパーソナルコンピューターという言葉がこの製品に使われたものはこの8センチの初めてです。 NEC は PC 8センチで大成功します。そしてその後も次から次へと世界で初めての新しいものを作ります。世界初のカラー液晶、世界初の水冷ウォータークーリングの PC、 ワイヤレステレビ PC、 軽量モーバーなどPC 業界のトレンドは NEC でリードしていたんです。イノベーションの歴史ですよね。では、その歴史のビデオをちょっと振り返ってみましょう。どうですか ?40 年経つとファッションやカルチャーも随分変わりますよね。でもそこにいつも NEC のパソコンがあったということもすごいと思います。新しいものへ挑戦する DNA は受け付けられています。 OS をシャットダウンした状態からこれでブートできるラビデスクオールインワン、超軽量 PC の新型モデルラビフォーモバイル、こういうものは PC8001 から続いている NEC の技術者魂で作ったものです。ではここから本日発表の新製品についてお話しさせていただきたいと思います。まずは40周年記念特別モデルのラビフォーモバイルをご紹介したいと思います。ビデオをご覧ください。ラビフォーモバイルに PC 発電機をオマージュしたインスパイアされた特別カラーの記念モデルです。カルリンだけでなく NEC ロゴも1979年の当時の古いロゴも使っています。バイオスが落ちた時もロゴも古いものが出てきます。ちょっとやってみましょうそしてこの製品には PC 発電機の時代に使っていたラブに似せたステッカーもついています。そしてもう一つの発表があります。発電機にはたくさんのソフトが作られました。そのソフト、それを動かすことができたら面白いですよね。
そう考えて P1000、P1000-8000H を復活させます。え、8000H? と思いますよね。ちょっと待ってください。今回作ったのは本物のパソコンではありません。日本のパソコン40周年の記念品として、パソコンミニ PC8000H をハーレ研究所と協力して作りました。このように小さなものですが、エンベーステックを搭載して PC8000H 用に作られたゲームも動かすことができます。 8000H はゲームができるということは、ものすごく人気が出たパソコンです。今はやってるゲーミング PC の最新のモデルだって言ってもいいでしょう。私もゲームが大好きなので、どうしても8000H を復活させたかったのです。そしてゲームファンにとってさらに嬉しいアナウンスがあります。こちらの記念品に SD カードが付いています。その中にはこちらの16種類のレトロゲームが入っています。平安京エリアなど、ハレ研究所がコピーライツなどの問題を解決して、ここに搭載してくれました。橋で使えないは日産自動車にお願いして使用許可ももらったそうです。今後ミニで動くゲームをダウンロードで増やす予定です。さて、この記念ですが、実は販売しません。こちらにある2つのキャンペーンで手に入ることができます。まず NEC のナビのパソコンを買っていただくと、抽選で2000名になるキャンペーンに応募できます。もう一つはウェブ限定で、先ほどの40周年スペシャルカラーのモデルのミニ用バンドルして500台限定を発売します。これは特別なボックスに入っていて、シリアナンバーも付いています。この500台のスペシャルモデルはたった今ようやく発売を開始いたしました。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もできればお願いいたします。